どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、怪しげなピエロこと、クラウン、についてです。ゆっくりしていってね。クラウン派。そのピエロの風貌からなんとも言えない怪しさを醸し出している。攻撃した時の笑い声とかも何か楽しげなのも印象的だよね。このピエロの格好に歯背景を見ていくとわかってるくので早速一部見ていこう。ケネスことクラウン派出生の時に母を亡くしたことにより父との関係は良くなかった。ある日の学校の帰り道、ケネス派落ちていた羽を見つけ、コレクションを始めた。ケネス派父と交流することはないため何時間も一人で過ごして派、羽の感触や羽毛の規則性に魅せられていた。ある日枯れ葉鳥を捕まえることを試みる。ケネス派地元の歯科医に取り入って麻酔薬を手に入れた。それを使い捕獲した。その時、手の中で命を自分の意のままに扱えることに感情がほとばしるのを感じた。麻酔薬が切れ、動き出した鳥を逃がすつもりだったが、彼をそれをしなかった。最終的に処分をし、一本の羽だけを取り震え偽りのコレクションを捨て、新しいコレクションを始めた。そして、彼の獲物ハリス、アライグマ、犬など、より大きなものへエスカレートしていき、そして、その対象は人へと変わったのである。一人の若者が行方不明になり捜索が行われた。家の地下で作業をしていた父は太葉巻の箱を見つけ開けた。その中には鳥の羽の他に人の指もあった。その箱を地下から持ち上がってきたのを目撃したケネス派立ち去り、二度と家には戻らなかった。数週間の厳しい生活を続けた後、枯れ葉サーカス団に出会い、その桁外れた力の強さからロープを扱う仕事を与えられた。その50年間、ケネス派サーカス団の一員として、アメリカ中を旅した。しかし、巡業生活の弊害から、枯れ葉悪癖に陥り始める。酒、ジャンクフード。枯れ葉その全てに端的した。そしてかつての衝動が戻り、再び殺しを始めるための隠れ蓑となっていった。サーカス芸人の衣装とメイクを盗み、変装を施して犠牲者に近づき、彼らを麻酔薬で眠らせて自分のキャラバンまで運び込んだ。縛られてどうすることもできない犠牲者は夜の中に消え失せていく。そのうち枯れ葉衣装を脱ぐことは少なくなっていった。同時にかつての自己も捨て去り、道化師の人格を完全に本当の自分として受け入れるようになった。そのうち、ケネス派不注意で存在になった。彼が酔っ払って寝ている間に、一人の犠牲者が拘束をほどき、助けを求めて叫びながら逃げ出した。彼が目を覚ました時、サーカス団の者たちが彼に迫ってきていた。枯れ葉馬に鞭を打ち、彼のキャラバン派夜の中へ消えていった。旅の途中のどこかで、ケネス派アメリカの普通の道路から外れ、霧のベールをくぐり抜けて、新たな世界に足を踏み入れていた。クラウン派一羽の鳥を殺してから生命を意のままに操るという快感を覚え、対象が大きくなっていったのが原因になっている。メメントの指を取るというのもコレクションから来ていると思うと、なおさらゾッとするよね。クラウンの基本能力派、移動速度派秒速 4.6 メートル、脅威範囲派32メートルで背が高い。特殊能力派、寸劇のトニック、で2種類の薬瓶を投げて効果を付与する能力力になっている。基本的な能力として派、初期の所持数派4本となっている。リロードも可能で3秒で補充ができる。また、薬瓶派2種類を入れ替えて効果を変えることができる。5つ目派寸劇のトニックで、ピンク色のガスで中毒を引き起こす瓶だ。中毒状態派様々な効果を付与する。視界がぼやけ、一定時間見えづらくなる。触れたサバイバー派大声を出し、協調表示がされる。移動速度が低下する。また、窓の最速声ができなくなる。2つ目派寸劇の解毒薬で最初派灰色のガスが放たれ、約2秒後に黄色へと変わる。
一定時間残る、ガスに触れた時の効果波。サバイバー、クラウンともに活発状態になり移動速度が数秒間 10% ほどアップする。中毒の場合、回復する。寸劇の解毒薬波、発動まで2時間がかかるので使い除が難しい。単純に寸劇のトニックを投げている方が扱いやすい。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、安物のジンボトル、ブリーチのフラスコ、の3つ。簡単に言うと、安物のジンボトル、は、ボトル数が増えるので、妨害回数アップ。ブリーチのフラスコ、は、速度低下量が増えるので、チェイス対策。毒ガスに当たると何かしらの効果を受けるアドオンが多い。移動速度がただでさえ落ちることを考えると、当たらないようにするのが重要になる。クラウンの固有パーク波、まやかし、ピエロ恐怖症、イタチが飛び出した、の3種類、一つずつ確かめてみよう。まやかし、波、窓枠邪魔パークとなります。まやかしの効果波シンプルで、窓枠を乗り越えた時に封鎖をするというパークになります。さらに、乗り越えの速度を上げることができるので、うまく使えば、サバイバーとのチェイス時間を短くすることも可能です。狭い場所や強ポジであればかなり有効ですしね。チェイスをするときにサバイバー派窓枠などをうまく使うことがあるので、窓枠のチェイスに不安がある場合はつけてみるのもいいかと思います。ピエロ恐怖症、は、回復遅延パークです。心音範囲内にいる場合のみ効果が発動するため、負傷したサバイバーがどこにいるかわかっていないとあまり効果も発揮できません。また、サバイバーがここね範囲以外から逃げてしまえば効果を失うので単体で使うなら微妙なんですよね。ちなみにサバイバー派確認ができます。なので、ここね範囲を広げる、クモンの根源で 20% ほど広げるなど組み合わせて使うのがいいです。ですが、数メートルくらいなのでパークに突潰すのかどうかはもったいないところですね。イタチが飛び出した。は、発電機遅延パークです。イタチ波非常に強力で、25% の破壊波なかなかきついです。発電機の修理波約80秒ほどとなっています。その 20% となると約20秒前後。ゲージの減りを見ても結構メンタルにきますわら。ただし、サバイバーを吊るした後にのみ発動することができるため、吊るした後に発電機の治り具合を確認して蹴るようにしていきましょう。とにかくガスに対して最大限の注意をするようにしよう。クラウン波ガスを当てることによってチェイスの短縮や遅延を狙ってくるので、それさえ気をつければ問題なしです。まず覚えたいのは、投げるタイミングと瓶と瓶が曲線に飛ぶという点です。投げるタイミング波、チャージしなくとも飛ぶので、腕を振り上げたら準備をしましょう。また曲線に投げれるということは上から当たることが多くなります。離れていても遠くから飛んでくるので、キラーの位置は把握しておきましょう。またガスで気をつけておきたいのは、板を挟んだチェイスです。毒ガスを必ず投げてくるので、瓶を投げられたら次のチェイス場所に行くようにしよう。また、攻撃を受けた時も毒ガスに当たらないように気をつけないと視界が悪く逃げれなくなるので、安易に触れないようにしよう。いかがでしたでしょうか？クラウン波ガスによって移動速度を落とせるので、上手い人が使うとチェイス時間が短くて焦るんだよね。とにかくガスさえ当たらなければ多少チェイスを長引かせて発電機が直せるので、気をつけていこう。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番は使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。